ソーマくん？雪平ソーマ、君もこの授業を受けていたのか。助手、俺がやります。いいっすよね。よし、では君に頼もう。天使の調理技法なら嫌ってほど叩き込まれたんだ。篠宮師匠んとこのスタジエルで。気を抜くなよ、ユキヒラ。よし、盛り付けお願いします。よし。すげえ早い。とんでもない。強いものしか立ち入れない本物同士の共演。俺でよければ今ここで相手をしてやってもいいぜ。十傑第一席の座をかけて。マジっすか。マジだよ。でももし俺が勝ったなら、君はセントラルに入り俺の下につくんだ。この勝負受けるか、雪平相馬。上等っす。やってやろうじゃないっすか。第一席との一騎打ち。すごい、肉汁が鹿の身の中で静かに波打ってるみたい。あの食材の持ちうる最高の状態へ今まさに高まっている。食べてもいないのに香りと見た目だけで食らってしまう。あの素材が持つエネルギーを。その感性と技術はもはや人間技を超えたもの。ターフェル・パイス・リッター・司英雄氏は美食を司る神々の領域に踏み込んでいる。雪平、調理に入らなくて大丈夫か。一応俺もセントラルの一員として負けられないから手加減するつもりはないよ。司先輩、セントラルって結局何がしたいんですか。え、どうしたんだ急に。本当に学園内を支配するだけが目的なんすか。だって司先輩こんだけすげえ料理人なんだから、別にセントラルに入らなくったってやっていけると思うんすよね。それは過大評価だよ雪平。うん、でもそうだな、セントラルの今後の目標は日本中の料理店を潰すことかな。は？ああ、誤解しないでね。ちゃんとした美食を出してる店はもちろん潰さないから。アザミ総帥はこう言っていた。料理とも呼べない餌を出している店は殲滅しなくてはならない。それは日本の美食を前へと進めるのに絶対に必要な工程なのだ。そのためにはまず優秀なコック、つまり兵隊の育成が不可欠。今学園内で行われている粛清や授業も全国の不出来な店を潰すための前段階なんだ。不出来な店。うん、そういう町の大衆料理店が淘汰されて真の美食を提供する店だけが通りに並ぶ。それがセントラルの目指す未来だ。町の大衆料理店っすか。それって例えば洋食の三田村さんとか。俺の実家食事どころ雪平もいらねえってことっすか。ああ、そういうことになる。そのせいで誰かが大事に思っている場所がなくなっちまうとしてもですか。うん、そうだね。仕方ないかなって思うよ。わかりました。やっぱり俺先輩の懐固めには向いてないと思いますわ。俺はセントラルには入れません。この勝負勝たせてもらいます。